開始だ。はい。なんかそれで撮っていく方多いです、はい。あ、なるほど。どうしても逆光でなんか修正しなきゃいけない。そのままに映りたかったら首を出してこう。あ、映ります。これは実は宣伝じゃなくて基本さんにプレゼント。嬉しい。ということで、これ全部あ、これこれあ、でも番組中は良かったら、じゃあお客さんに見える方にあ、したんですか、はい、まあ、これは僕のじゃないんですけど、友達の一押しなんです。じゃあ、前がジャムステップ時々行ってて、ずっと今日名前を思い出そうと思って、なんて人のところに行ってたんだっけ、それで確認するんですか。で、番組の収録も何回か言われてあったんですか、はい、画面の方にも多分新海の話をして、はいはい、チラチラ見ながら時間がちょっとお話しそうな最後のところを魚の関係だからこれをちょうど見終わらせた方がいい。20年くらい前も最後まして記憶が CM とか音楽なんかダイバーの人には間違いない。めちゃくちゃ早くない限りは大丈夫。ちょっと思い出せなくてFacebook とかも見たらそんな昔は Facebook やってなくて、それそう書いてで古いブログ消しちゃって見つからなかったんですけど、何回か行かせてもらってます。でもあんま近づけないですか。僕、深海6500 の, あのレプリカ展示してるの分かります。はい、わかります。あのブースの上です、僕の席を。大きな声でっていうことじゃないですか。普通声の前だ。すいません、なんか全然いいっすね、こういう入り方いいっすね。面白いですね。もうね、だいぶ慣れてきましたね。なんかもう全然緊張してないですよ。モテ工作略してモテ作っていうのをなんかどっちに入れてました。あ、台本に書いてありました。あの今台本でモテ工作さんって書いていただいてます。略してモテ作さん、モテ工作略してモテ作さんで、その後の振りは全部モテ作で、あ、全部モテ作さんにしちゃっていい。あ、そうですか。あ、ね、そうですね、以降モテ作、はい、そうですね、後半制作とかも。あ、思いました。最初 CM が入る、これ今流れてるんですか。はい、そうです、今の生の。昨日か先週ぐらいからこれ聞いてるんですけど、あ、あれですか、ウェブで、まあ、ラジオも車の中で 78.5 を使えるので、アプリだと CM は流れないですね。そうですか。規制に引っかかってしまって、ネットでは出せなくて、電波で聞くと全部聞けるんですけど、結局ウェブで聞くと 100% は聞けない。昨日5時ぐらいも、あ、昨日はたまたま5時の子がお休みで。あ、そうなんですか。5時も昼間なんですね。そうなんです。車の中で。たまたま。普通は4時で終わりなんですけど。じゃあ、このクールジョイスの後行きまーす。はい。時刻は間もなく午後3時1分になります。遊びに来ませんかスタジオへでは、毎週月曜日から金曜日までさまざまなゲストを招きしお話を伺っています。毎月第3金曜日には地球温暖化対策をテーマに、横須賀市環境政策部環境企画課のご協力により、はじめようクールチョイス地球の明日を守るをお送りしています。さて、今回は横須賀市環境政策部環境企画課より江頭さん、太田さん、田上さんにお越しいただいています。また特別ゲストとして今月27日土曜日に
開催の横須賀環境フォーラムでご講演をされる国立研究開発法人海洋研究開発機構、通称ジャムステック、茂木耕作さんにもお越しいただいています。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は賑やかですね。茂木耕作、略してモテサクさん、今日モテサクさんと呼んでください、はい、ということなんですけれども、はい、2005年からジャムステックで空と海の研究をされています。2013年 NHK E テレの学ぼう防災台風編に出演され、災害バスターズと名乗り各地での講演、2015年学研漫画パニックモンスター台風大接近の監修、世界一のお天気アトラクションイッツはモテサクワールドを主催されたりと、まあ、空と海の研究をされている専門家であるとともに、天気を楽しみながら分かりやすく伝えていく活動をされている方です。後ほどご説明をいただくんですけれども、どうぞご遠慮なさらず随時コメントや説明をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。さて、今回のテーマは地球温暖化と海洋との関係についてということですけれども、はじめに地球温暖化と海の関係について教えていただけますか。はい、ちょっと固い話になってしまうかもしれませんけれども、はい、最初に地球温暖化の原因とされる二酸化炭素について説明をしたいと思います。はい、近年、増えています二酸化炭素と言われてますけれども、まず二酸化炭素と聞くと空気の中の二酸化炭素を思い浮かべてしまうと思いますが、水に溶け込むこともできます。はい、実は水に溶け込んだ状態のものは身近にもあるんですけれども、日和さん何かご存知ですか。はい、私はソーダ割りが大好きなので炭酸飲料ですね。飲みたいと言ってください。はい、お答えの通り、まあ、ソーダ割り炭酸飲料です。はい、知っている方も多いと思うんですけれども、炭酸飲料の中に見られる泡の正体は実は二酸化炭素なんですね。はい、ただ二酸化炭素が溶け込める量っていうのは限界がありまして、温度や気圧などの影響によって変化したりもします。はい、炭酸飲料の蓋を開けてしばらく置きますと泡が抜けてしまうっていうことあるかと思うんですけれども、はい、これは圧力をかけて溶け込ませていた二酸化炭素が水から出てしまうためというところになります。はい、またですね、二酸化炭素は海にも溶け込むことができまして、海というのは地球の表面積全体の面積ですねの約4分の3、まあ、75% を占める海にも、二酸化炭素が溶け込んでいます。はい、大気中の約60倍の二酸化炭素が溶け込んでいるというふうに思います。そうなんですね。二酸化炭素は大気中と海水中と両方に存在してるんですね。はい、二酸化炭素が地球の中でどのように動いているか、二酸化炭素の旅をお話ししてみたいと思います。旅ですか、面白そうですね。はい、大気に含まれている二酸化炭素は炭酸として雨に溶け込みます。炭酸を含んだ雨が降ると陸の岩が一部溶けて、雨は岩から溶けた成分とともに川から海へと流れ込みます。はい、海に流れた水は再び蒸発して雨となりますが、岩から溶けた成分や炭酸はやがて海水に含まれる塩分とくっつき、炭酸塩として海の底に沈み、気体だった二酸化炭素が固体の岩に生まれ変わります。うん、例えば山口県の秋吉台などの石灰岩の地層は岩に閉じ込められた二酸化炭素が私たちの目に触れる姿となったものです。はい、ありがとうございます。もともと気体だった二酸化炭素がその固体の岩に変わるっていうのはすごく驚きでした。はい、長旅ですよね。そうですね、すごい旅ですね。はい、大気中の二酸化炭素の固定が進むと、いつか大気から二酸化炭素が完全になくなるのではないかと考えてしまうのかもしれませんが、はい、二酸化炭素が大気へと戻る動きもあるんです。はい、海底の炭酸塩はプレート運動によって地球内部に引きずり込まれ、火山ガスとして大気に戻るという動きです。水と二酸化炭素の旅は地球のいろんな場所で形を変えて行われているんですね。でも今お話しいただきましたこの旅と地球温暖化はどんな関係があるんですか。はい、ちょっと難しいんですけれども、はい、温室効果ガスの一種である二酸化炭素が
大気からなくなれば地球は冷たくなってしまいます。反対に多くなれば温暖化が進みます。水の循環は気温が高いほど活発になります。そのため大気中の二酸化炭素の量が増えると温室効果が強くなり気温が高くなるため、その結果水循環が活発になり大気から二酸化炭素が取り除かれます、はい、で反対に大気中の二酸化炭素の量が減ると温室効果が弱くなり気温が低くなるため水循環が緩やかになり大気から二酸化炭素が取り除かれにくく なります、はい、で一方で火山ガスの放出は常に起こっているので結局大気中の二酸化炭素の量は気温がほぼ一定に保たれているように調節されバランスが保たれています、はい、地球の表面気温はこの40億年の間比較的一定であったことが分かっています。でその理由は水と二酸化炭素の循環による気温調節の仕組みが働いてきたことによるものなんです、はい、で近代以降の人間活動による化石燃料の消費があまりに急なために二酸化炭素の除去が追いつけない状況となって今は大気中の二酸化炭素が増え続けており、水と二酸化炭素の循環による気温調節の仕組みに無視できない影響を及ぼしているんです。はい、大気中の二酸化炭素を減らす方法は理科の授業で習った光合成かと思ってたんですが、水と二酸化炭素の循環によって大気中の二酸化炭素を調整しているということなんですね。はい、まあ、皆さん小学校の時光合成習ったと思って、はい、まあ、一番身近だと思いますけれども、まあ、今日は一つのお話としてこの循環という部分で、まあ、二酸化炭素はまあ大気から取り除いていますけれども、この大気と陸と海をめぐるまあ水の循環が地球の大気から二酸化炭素を減らす非常に大事な役割を果たしています、はい、まあ一つの参考なんですけれども、まあ地球型惑星と呼ばれているまあ地球から近い金星や火星なんですけれども、ここの、まあ、大気中の成分については約 90% 以上が二酸化炭素と言われなんですね、はい、まあ、それに対しまして地球の大気中では 0.04% 程度しかないんですね、はい、まあ、一つとして、まあ、もしこの水循環がなかったら地球の大気は火星や金星と同じように二酸化炭素に満ちた、ね、あの大気になっていて、うん、もちろん我々は生まれてませんし、ね、生きていけないというところになります、はいはい、二酸化炭素イコール悪者ではなく、これまでの地球の気温を一定に保っていたことが分かりました、はい、地球上でさまざまな形で存在し循環の中で気温調整の役割をしていた二酸化炭素が本来あるべき場所、あるべき量が人間の活動によって変化してしまったことにより地球が保っているバランスが崩れてきているということなんですね。さあ、ではそのバランスが崩れてしまうと実際にどんなことが起きるんでしょうか。はい、地球温暖化の原因とされていますのが、まあ、先ほどもお伝えした、まあ、人間の活動によって出された二酸化炭素なんですけれども、うん、これが、まあ、一部海に溶け込んで大気中の二酸化炭素の濃度、まあ、濃さの上昇を抑えているという状況です、はい、この二酸化炭素の海への溶け込みについては水温、水の温度が低くなりますと二酸化炭素の溶け込む量がまあ増えまして、水温が反対に高くなると二酸化炭素の溶け込む量が少なくなるということが知られています、はい、まあ地球が保っているバランスが崩れて地球温暖化がこのまま進んでしまいますと、気温の上昇に伴いまして海水温、海の温度も上昇して二酸化炭素が溶け込む量が減少、まあ、少なくなってしまいます、うん、その結果としまして溶けきれない二酸化炭素が大気中に残って、大気中の二酸化炭素が増えて地球の温暖化をさらに、加速させるとというような悪循環がまあ予想されています、うん、ほどほどの旅行者の数じゃないと困っちゃう、そうですね、まあ、何事もほどほどなのか、旅行者が増えたらどっかでバランスが崩れてみたいなというところかなというふうに思いますね、はい、で一方、まあ、海の水温の上昇に伴いまして、海水が膨張して、まあ、それによって海の
海面水位ですねが上昇をしたりもしてしまったりします、はい、海面の水位が上昇しますと水没してしまう国が出てきたりとか、またあの砂浜や、などが消えて、そこに住む家についてそこを住処にしているですね生き物についても影響が出てきます、まあ、つまりバランスが崩れてしまうと地球温暖化が進行して海洋生物や海洋の周辺は大きな影響を受けてしまうことになります。はい、かなり大きな影響を受けるという話を伺いましたが、まあ、地球全体の話は分かったんですが、まあ、この横須賀も海がありますしね、横須賀ではどのような影響が出るのかとても気になるんですが、はい、横須賀っていうのは実は三方向を海に囲まれた珍しい地形をしているんですね。で、そのためにあの他の地域に比べると地球温暖化の影響によって海とかあと海に住んでいる生き物たちにかなり影響が出てくると考えられています。横須賀周辺の海についてはアマモ場と言われるところや海中林というものが存在しているんですけど、日和さんこのことは聞いたことありますか？はい、私は海を愛する団体です。海を愛する団体で、アマモ場を守ったり増やしたりしている方のお話をよく伺ってます。はい、ありがとうございます。そのアマモ場、まあ、そのもの通りアマモというものが生えている場所のことなんですね、はい、横須賀だとオタワ湾というところや走り水、神奈崎なんかに見られます。アマモはあの海底に生えている草花の一種でちょっと海藻とは違うんですね、はい、でアマモ場は海水をきれいにする浄化作用がある他に、まあ、魚であったり貝あとエビカニなどいろいろな種類の海の生き物たちが住んでまして、まあ、親があの卵を産みに来たり、まあ、そこで生まれた子どもたちが育つ場所でもあります。であのその生き物たちが生息するため、あ、すいません、アマモが生息するあのするために、まあ、日光浴びる必要があるんです。ですね、あの草花の一種なので、はい、はい。で、赤潮の発生、まあ、最近ちょっとあの話題にもなったことありますけど、赤潮の発生であったり、あと海水が汚れたりすると、うん、あの海底に日光が届かない状態になってしまうんで、そうすると実はアマモって枯れてしまうんですね。はい。はい、まあ、そうすると、まあ、ちょっとあのアマモが育たなくなって、アマモはもう消えてしまうなんていう、こう恐れもあるんです。で一方さっきあのお話ししたもう一個の海中林っていう方なんですけれども、大きい海藻のカジメ、アラメ、ワカメなんかが、うん、密集して生えている、まあ、海の中の林っていう風に漢字では書くんですけど、その名の通りで、まあ、森のようにうっそうと茂っているあのところです。で横須賀ですと荒崎や空き家なんかに見られたりしますね。で地球温暖化が進行してしまうと、まあ、海の生き物たちの、住処になっているこれらの場所が、まあ、なくなったり、あとはまあ少しあの場所が減ってしまったりする可能性があるんで、まあ、その結果これまであのそこで暮らしていた海の生き物たちが、まあ、いなくなってしまう可能性があるんですね。うーん、なるほどね。まあ、できたら海の中の生き物もみんな豊かに暮らせて、そうですね、私たち人間だけじゃなくてっていうふうに考えていきたいんですよね。はい、ではここでいよいよモテザクさんにご登場いただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか、地球温暖化について私たちが考えていくべきことってどんなことでしょうか？正直僕今のパート聞いて結構勉強になりました。そうですよね。そうか、横須賀にアマモバボがみたいなことはちょっとちゃんと知らなかったですけど、でもあの結構お話聞いてて分かったと思うんですけど、はい、あの温暖化っていう言葉結構一括りに言われるんですけど、いろんなシチュエーションとか季節によって、だから冬が暑くなるのか夏が暑くなるのかも違うし、はい、横須賀だけ暑くなるのか日本全体なのかとかアジアだけなのか、世界全体なのか、はい、分けていくとそれぞれそのちょっと実は寒くなってる場所もあるし、うん、あのものすごく暑くなってる場所がある。それをトータルで考えて結局暑くなっちゃってるっていう、でそれがだん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 暖かくなってきちゃってるねっていうことを温暖化って言ってるので、それをこうまとめて言ってるんですけど、実は僕ら生活してるものからすると、その個々の場所ではいろんなことが、そのアマモ場ではこういうことが起こってるとか、横須賀ではこういうことが起こってるとか、結構バラバラなことが起こってるって、それは結構逐一そういう研究を細かくしてるっていうのがあるんですね。それであの僕の場合はその温暖化の研究っていうので関わりでいくんですけど、まあ、大雨の降り方の研究を、気象のことということなんですけど、一番よく聞かれるのが、あの例えばその去年なんか豪雨があちこちで結構あったんですけど、すごかったですね、
なあの豪雨は温暖化のせいなのっていうのを毎回 YouTube でいつも聞かれるんですけど、はい、ひろみさん思ったことありますか？あの、ね、よく周りの声を聞いてるとやっぱり地球温暖化だからあれだけ降ったのよねって言うのは噂話の息は出てないんですけれどもそういうふうに聞きますね。で結局そうなの、いや どうなの、いやしてなくてもあり得るんじゃないのとか、なんかその結構あやふやなところがあると思うんですよ。でそれ もう毎回聞かれて、そ、うん、れであの、まあ、2017年去年でいくと結構なやつがあってですね、はい、まあ、今まで聞いたことないよっていう言われるようなレベルのやつが、はい、少なくとも4つあったんですけど、これちょっとリストがあるんでご紹介。はい、わかりました。昨年です、7月の5日6日九州北部の大雨、これは福岡県朝倉市で2日間総雨量586ミリ、気象庁によって平成29年7月九州北部豪雨と命名されました。580ミリなんで、はい、もう腰上ぐらいなんです。腰上です、そうですよね。まあ人によってですけど58センチ、はい、59センチぐらい、はい。そして2つ目、7月の17日、18日、新潟県の大雨ですが、佐渡市の両津付近で1時間におよそ110ミリ。はい、1時間で10センチですもん。すごい量。とんでもないです。すごいですね。はい。そしてさらに3つ目、7月22日、23日は秋田県の大雨ですが、2日間の総雨量が300ミリ以上。雄物川が氾濫しておよそ2万5千人に避難指示が出ました。はい、かなりの要素になってたと思いますけど、なんといっても4つ目ですよね、はいはい、8月1日神奈川県の大雨、こちら海老名市で神奈川県が設置した雨量計で1時間120ミリ、各地の川で氾濫もしくは氾濫危険水位を上回りまして、県内でおよそ10万人に避難勧告が出ました。これは結構覚えてる方も多いんじゃないかと。ちょっと神奈川県っていうのが珍しくて。そうですよね、なかなか聞かない、はい、でこういうところでもこんな豪雨が起こるのかみたいな感じがみんな思ってた、でそうするとやっぱりこんな感じですかみたいなことをみんなこう思っちゃいますよね。聞いてくるんですね、はい、でなんて答えると思いますかっていうのがちょっと想像してほしいんですけど、あのよくそういう自然のことの専門家の方に聞くと、そんな一過性のことじゃわからないってやっぱり飲みながら話したりするとか言われるんですけど、そういうお知り合いいらっしゃるんですね。即答はできない、もうちょっと待ってくれみたいな感じ。そのすごいあの誠意ある方だと思うんですよ、そういう人たちは。あ、じゃあいいお友達もうやっぱりいい人に囲まれてるんだと思うんですけど、でも正直言ってやっぱ確かにそのちゃんと考えてる人ほどはいそうですとは普通言わないはずなの、はい、で、まあ、例えば、まあ、かなりの多くの研究者内心はそれはあれはきっとそうだろうなみたいなことを思ってたとしても、うん、結局本当にあのちゃんと責任持って言えるぐらいの証拠を集めるまではいそうですとは言わないっていうのが、まあ、普通は研究者のこう、まあ、よくある態度というか、僕はそういう方が誠意があるなと思ってるし、まあ、ひろみさんがあった方もだ多分そういう方なんじゃないかな。よかった例えばその模範回答あるんですけど、これ多分こういう感じだったんじゃないかな。模範回答っていうのがありますね、はいはい、私の方で読ませていただきます、はい。数十年以上の長期的な傾向として日本でも大雨の日数が増えていることは確かで、その傾向が生まれる原因として地球温暖化が関係している可能性は高い。しかし個々の大雨について地球が温暖化していなければ絶対に起こらなかったかと言われればそうとは言えない。だけなんかちょっとぐじぐじしてる感じで、ね、ちゃんと印象としてはちゃんとスパッと言ってみたいな感じに、はい、普通の人になると思うんですけど、でこれがまあだから研究者的には正しい態度というか、なんでなかなかそのやっぱりそのラジオもテレビもそうですけど、はい、ワンフレーズでビシッと言わないと伝わらないみたいなメディアだとなかなか広まらない。言いたいですよね、これは地球温暖化の影響ですよって言えるものなら、普通に他のなんか別な事柄だとやっぱり言い切って広めていくみたいなことをよくやられると思うんですけど、はい、こういうことに関してはやっぱりそれが良くない、言い切っちゃうのかかえって良くないこともあるので、そうするとなかなかこういうスッキリしないことが多くなっちゃって、はい、逆にそのあんまり根拠もないのに断定してる人が片方でいたりすると、そっちになんか書かれちゃったりとか逆のことも起こっちゃう、それはそれでなんか困っちゃうんですよ、ね、でなんかで、まあ、僕がだから今日はそのいろいろお話途中だったんですけど、はい、まあ、こういうことが大切ですよ、はい、こういうふうな選択をしましょうとかいろいろあると思うんですけど、まあ、
その正解を覚えてくださいっていうことよりも、うん、そのどういう態度で温暖化に対してこう向き合っている人が誠実なのかみたいな、うん、そっちの姿勢みたいな方にやっぱ今後は注目もうちょっとしてほしいなっていうことなんですよね、はい、そのために研究者がいるっていうところがあって、はい、まあ、だからその結果だけだと分かりやすいんですけど、やっぱりそのプロセスを追いかけてもらった方が実は面白いし、うん、本当に自分にできることもやっぱりそれぞれ違うと思うんですよね、うん、なので、まあ、それを見つけるためにもそういうプロセスを見てほしいなっていうことで、まあ、ちょっとあのせっかく短くじゃあまとめろって言われたら、まあ、研究者口下手だからなかなかはっきりは言わないけど、彼の生き様を見てあげてっていう。すごいですね。モテさんの生き様を。俺はね、別に俺で見てほしいなっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、いろんな温暖化の研究者いらっしゃいますよ。それぞれやっぱり皆さん頑張ってらっしゃるんで、彼らがどういうことにどういうふうに向き合ってるのかとかっていうのを追っかけてあげてほしいなっていうのが。そうですね。まあ、そういうことを私たちも伝えることによって、まあ、将来研究者になるであろう子どもたちにとっても、その姿勢というか向き合い方っていうのがやっぱりこう答えを出さなきゃいけない勉強ではないっていうところがすごいいいですね。冒頭のプロフィールでもご紹介したんですが、書籍もいろいろありになって今日はあの私の前にずらーってなってるんですけど、なんといってもこのパニックモンスタータイプ大接近というのはなんかすごい表紙からして非常に惹かれるというか、子供たちが手に取りやすい、はい、漫画になってるんですね、はいはい、なのでこれからもぜひね、そのように皆さん気になることですからね、気象のこと、地球のことっていうのはやっぱりもう皆さんが大変気にしていることがことであると思います。またあの機会があったらいろいろお話に来ていただきたいと思っております。では、何か最後にお知らせというのはございますでしょうか。はい、では来週の1月27日の土曜日、横須賀環境フォーラム2018が1時から横須賀ベイサイドポケットで開催されます、はい、環境ポスターコンクールの表彰式や小学生が取り組んだエコ活動をステージで発表します。そして3時10分からは今日ご出演しているモテサクさんによるお天気アトラクションスカッコインザスカイの公演があります。入場無料です。はい。モテサクさんが考えてくださった。はい。ひよりさんはあの絶対来てくれっていうスカッコインザスカイと。僕スカッコっていう言葉知らなかったんですよ。横スカッコ。ハマッコは知らないんですよね。スカッコ。僕ハマッコ。スカッコって言うんですかって言って、その言葉がすごい。なんかこういいじゃないですか、抜ける青空。なんかすごいかっこいいやスカッコと思って。韻も踏んでるんですよね。言いたいこれは。行ってみたらきっと楽しい。これは絶対盛り上げるぞって思って、ぜひお越しください。もうタイトルから決めたっていう。先ほど生き様を見てくださいね。直後なのでまず見てみて。そうですね、絶対あのその温暖化の話もやっぱりあの結構みんな警告を耳にしてると思うんですけど、はい、その前に、うん、そのそれについて知ろうとすることが結構楽しいっていうところから入っていただいた方が本当にやることはやっぱかなっていうのが見に来やすいんじゃないかなっていうか、ね、はい、そんなことをちょっとやってみたいなと。はい、じゃあもうあの小さいお子さんでももちろん分かるお話ということですね。僕、はいはい、んちも3歳から小6まで3人の子供いるんですけど、はい、家族総出でぜひ来ていただきたいなと。わかりました。今ラジオを聞いてる皆さんはぜひそれから声かけていただいてお誘いをしてください。そうですね、はい、これは自由に入場無料ですね、はいはい、ぜひ来ください。はい、わかりました。もう大人になってしまうと確かにあの結果しか見なかったりということは多くなってきてしまって、私もこの番組を通じて改めて地球温暖化ということを掘り下げたかなという気がしますが、まあ、今日は、ね、非常にユニークに楽しい解説がありました。だいぶお親しみを持って聞いてくださった方終わりになるんじゃないかなと思います。ということで、本日は、たくさんのゲストにお越しいただきました横須賀市環境政策部環境企画課より江頭さん、太田さん、田上さん、また特別ゲストで今お話にありました27日の土曜日に、スカッコインザスカイという、はい、講演をしてくださいます。
っていくのモテサクさんでいいですね。はい、よろしくお願いします。またぜひお話を伺いたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はじめよう、クールチョイス、地球の明日を守る。この番組は横須賀市環境政策部環境企画課の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ラジオっぽかったな。いつもラジオっぽい。いや、いつもなんかダメっすよね。すごいクリートーク。いや、やっぱりすごいですよ。すごい楽しかった。いやイベントは1時から1時からのイベントで、はい、あ、モテサクさんは3時10分30分かな、はい、このひよりさんの掛け合いが、すごい良かった。すごいね、動画も撮ってるのにぐだぐだだったらどうしたのプレッシャーがかかってしまったって確かに俺かなりぐだぐだなんですよ普段僕嫌いじゃないですけど、だいたい居酒屋の雰囲気が一番好きです。僕も好きですね。僕お酒飲めないんですけど。ああ、いや、リズムさんということですね。居酒屋に行くの大好きなんですよ。わかります。あのグダグダな感じです。あの感じを昼間からやりたいんですよ。いや、ジャムステック最高ですよ。ジャムステック最高ですよ。最高です。いや、僕が言いますけど、これを僕みたいなのをこう許容してくれるっていうのはかなり懐がそういうところっていいですね。いや、いろんな人いますからね。そうですよね。本当真面目な人もいるし、うん、もうもっとぶっ飛んでる人もいる。僕も安心してグダ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 。安心してグダグダできる。また来てください、ジャムステック。ジャムステックで収録とかしたいです。ああ。そうですね。この番組あと1回で終わっちゃうんですよ。そうそうそう。来月ね。まあその環境省の関係、環境省のものなので。なんですけど、なんかうちの局内でも。時々やれば。本当ですか。まあ、でも例えばやっぱ夏休みとか、なんか秋休みなくなるかもしれないって昨日たぶん秋を試すのと思って。そうなんですよね。なんかそういう子供の休みの時期とかにどうかねなんて。あ、確かに。あ、それはもしありがたいですね。ね、なんでなんか3ヶ月に一遍とか、どうだろうねなんて話してたんですよ。やっぱり。こういうことは言い続けてないと。うん、一回言ったからね、おしまいっていうマニアックなものではないので。ね、もちさくさんまた。そう、だから温暖化だけじゃなくても。そうね、いいと思います。そうですね。横須賀って研究機関いっぱいあるんですよ。電柱圏さんも来てもらえます。もうジャムステックさんの報告とか。そうですね、電柱圏さん来てもらう。横須賀の特徴だと思うんで、ぜひ PR というか、らしいと。ジャムステックさん出ていただきたいなと思ってたんですけど、うん、ちょうどいい機会があったので。あ、本当ですか。毎日誘ってください。ありがとうございます。放送がないっす。放送がないっす。月1回だ。俺ほぼ毎日一日中こういう状態なの。ジャムステックラジオ楽しいっすけど。ジャムステックラジオ作ったかな。ジャムステックはこうね、もう横少しこれからジャムステック多分すげえ進めていくと思うので。あ、市長がね。あ、市長のやつ。もうプライベートもこういう状態ですかね。でもある意味ニュートラルっていうことですよ ね、 すよね。だからそれは一番地球とつながれる環境で、だから分かんないもん分かんないとかっていうところもあるし、そこは逆に肩肘張らない方が温暖化の話とかも、今もう興味ないですっていう人と、すでに興味持ってますっていう人で結構もう分かれちゃって、分かれてますね。興味ないですっていう人が振り向くようにしないと本当にできないですね。ちょうどあのこの1月から気象予報士の女の子がエッセイを始めたんですね、番組を週に1回。防災士と気象衛星、気象予報士の資格を持っている子がいて、子ってても私と同じ年なので。で、彼女がやっぱりそう空のことを発信したいっていうので、3分くらいのエッセイ。あ、山本ゆうかちゃん。あ、そうそうそう、山本ゆうかさん。っていうか、俺も年上だけどさ、年上だけどゆうかさん知ってます。はい、私同い年です。あ、そうなんですか。はい、で、やりたいっていうことで、初めて流してるんです。結構いい感じですね。言ってた、言ってた。いい感じ。言ってた。サニーエンジェルスっていう。そう、サニーエンジェルス。面白い実験とかやって。
やっぱり発信をメディアも使ってやっていきたいということで相談をずっとされていて、いろいろあってこの1月から始めたんです。へー、あ、そうだそうだ。土曜日の9時半収録ですか。はい、彼女はね、あの家で撮ってもらってます。なぜかというとやっぱり長く続けるのにストレスがお互いにない方法ということで、今 iPhone で撮って、はい、ボイスメッセージで送ってもらって私が編集するっていうスタイル。そんなのあれで、どの距離だとうまく入るとかっていうのをアドバイスして、で寝室とかで撮ってもらって、すっごい綺麗に撮れるんですよ。全然うまくいかない。皆さん結構ここに来て喋ると緊張しちゃうとかっていうので、だから今お坊さんの番組とかもやってるんですけど、みんなもう撮ってもらってる。その代わり噛んだのはカットするので、そのまま送ってくださいって言って検証しながら編集して、そうするとお互いにストレスがなくて合わなくていいし、無料でやりたいできるし、そんなのできます。はい、でこんなのにしてねみたいなメールで、ちょっと今回のここはこんなのがいいんじゃないのとか、そんな感じで、はい、で今割とそういうのが多くて、邪魔してくらないで撮っておくよ。僕もその自分の YouTube でそういうの配信し始めたのってそういうのがきっかけなんですよ。まあそのマスメディアになかなか入るの大変だね。 YouTube のじゃあアカウントをあれですかね、聞けばそれで確認します。はい、はい、送ってください。はい、あ、今日の動画、はい、ありがとうございます。あ、もうできてるすげえ。はい、じゃあ山本ゆかちゃん、ゆかさんはあのもうかなり早くからそれを応援してくれた。そうなんですか。じゃあつながりがありました。マブです。彼女。マブ。僕彼女の家まで行ったことある。そうなんだ。ご家族にもご挨拶してる。今いろいろ大変みたいなんですけど、プライベートは。びっくりです。そんなつながりが。車で押しかけする。面白い。でもまた、じゃあ、はい、何か別の感じででも。はい。はい、なんか、私の名刺は私にも連絡しといてないんですけど。ひよみさんって、Facebook とかどっか。あ、私、金子初音が本名なので。あ、そうなんですね。はい。それで探せば。はい。でも多分私の、フェイスブックページにいっぱいいいねしてくれましたよね、昨日。あ、しまっなんか同じ世界に山のようにいいねしてめっちゃこびましたあ、よろしくお願いしますっていういいねを10個ぐらい押していいねさすがっすね、さすがっすね。いや、フェイスブック本業でやってるので金子初音で、金子さんを探せばいい。山本さんと共通の友達なので多分あ、そうなんですね、すぐ見つかるかと。結構初めてですね。あ、明日。あ、そうです。韓国日和。本名これで。ピンク色だ。まあ、私役所の人とかにもよく検索されて。ありがとうございます。じゃあ、ピッチしていただければ。はい。リジェクトしないでください。ここまで来てみたい。笑いますね。はい、あ、本当だ。あ、加藤修士さんともお友達なんですか。あ、修士くん。え、修士くんっていう名前ですか。あの東日本大震災の私支援活動ずっと南三陸に入っていて直後から。で、それでジャパン元気塾で修士くんがやってて、で彼横須賀に呼んで講演やってもらったんですよ、私。マジっすか。2013年だった。ベーサイドポケットで満席になりました。これ僕と同い年なんですけど。あ、そうなんですか。僕の師匠です。え、じゃなんか、あれですか、人材育成とかやられたんですか。いや、研修とかやったり。あ、そうなんですか。なんか元暴走族の。あ、そうなんですか。まあ、とんでもないですよ。またあれもすごい、とんでもない。震災直後の民間人のサポーターってあんな人だらけですよ。ね、あの普通の人なんかできないですから。だってルール破ってバンバン持ってって行政だ警察だ自衛隊が何言ったってバンバンやっちゃうんだもん彼なんか。すごいエネルギーでやっぱりつながって、あ、先生やりましょうみたいになって、はい、そのお付き合いですね。まあ、僕ももともとだからなんかこういう公演とかでしゃれいただくと全部その被災支援に回すみたいなことをやってたんですけど、
彼みたいに看護師じゃないからそこまでできないけど、なんかね、本読んだらすごい人生で、すごいですよね、彼。まあ、なんか同い年だけど、彼の師匠としてまあ別に普段特に付き合いがある。ラジオとか出てもらうのは怖くてできないですか。そういうことですか。何言うか分からないからテレビとか見ててもこれは無理だ。結構テレビ出演いっぱいされてるんですけど、そうなんですよ、なんかそのそれ理由でバンバン悪い子を構成させる。夜回り先生って言うじゃないですか。夜回り先生はもっとすごい、全然すごいですよ。もう親でもその子でももうガンガンやっちゃう。ガンガンちゃう、うん、もう絶対結果出すっていうためだったら、もう途中だ誰かにバッシングされるとか関係ないですし、ひたすらやる。だから向こうで作った会社、建設会社もう働いてる子たち、見た目はすごい子たちばっかりなんですよ。でもすっごい子たち、めっちゃいい子たち、でもどうしようもない子たちを集めて会社作って働かせて、で結局ものすごいできる人にしちゃう。今もリーダーですよね、地域の主宿のところの。そんなつながりなんか私も未だに南三陸にしょっちゅう、あ、行ってるんですね。はい、行ってます、はい、もう今は音楽の支援しかしてないんですけど、で向こうの子呼んだりとか行ったりとか、あそこに東京大学の研究所の施設があったんですけど、大槌、大槌町っていうか、はい、そこで、ね、僕らが研究所からやったりとかっていう場所があったんですけど、それ全部流されて、まあ、飛ばせよとかも全部話されてますね。僕らは研究者系では結構そういうつながりで、うちもとコネクションってみたいな感じなんですけど、なかなか研究者は基本金がないので、そんなその一芸もないですし、一芸もないですしみたいな、なかなか入りきれないです。でも注目されないといけないですよね。専門知識をたくさん持って、すごい、だから結局縁の下にはなるんですけど、縁の下だけでも寂しいかなっていう、結構だから頑張ってる人はいっぱいいらっしゃるんですけど、なかなか光は当たらないですよ。そういう人たちも水産関係とかお魚関係の指令が多くて、もともと開局した時に県の城ヶ島の水産研究所の方とかがよく出てきて、工藤隆弘さんとかで、その辺から海関係の海を作る会とかみんな仲良くなって、よく飲み行くとみんな天ぷらの衣剥がして魚の名前を言うゲームとか始めてそうなんです、メモチっていう魚はいないって、もったいな、俺はホタテヌメリだとか言われてまずそうとかです研究しちゃって面白いなとか思って、みんな仲良くしてるんですけど、ね、要するに常識の違う人同士って結構お互い面白いんですよ、ね、相当面白いですよ、うん、結局お互いぶっ飛んでて、向こうから見るとこっちの世界がぶっ飛んでますよ、分解したくなる気持ちはちょっとわかります。私話してみたいな、何でも食べるって言うんですよね、見ると、あ、味まで一応研究のちゃんと、なんかミノカサゴ食べないとか言われて、やばいじゃないですか、あんな綺麗なやつ食べられないとか言ったら、今ちょうどいるから置いてよかった。毒あるじゃないですか。いや意外と美味しい。あ、そうですか、そうなんだ、そうなんですよ、なんか多分そのつながりジャムステップに行った気がするんですよね、やっぱ深海のお魚の関係だったんじゃないかな。確かにね、神が結構近場でいろいろ生態系豊かなので、うんうん、はい、そう、普通に研究対象としてもかなりの好条件なんですね。面白いじゃん、また何言ってるそんなとこで盛り上がるつもりじゃない。嬉しい待ってよかった。じゃあとりあえず来月、そうですね、最後でまたその続きのことはじゃあまたちょっと、そうですね、別途ですよね。あ、そうですね、いずれにしても、はい、多分夏休みかなって思うんですよね。まあ来年度、そうですね、来年度の決まったらですね、あ、そうだ、あ、全部取られてる。そうですね、こ今のバトン、アフタートーク結構いい感じですね。それがいい感じになっちゃう。ひよりさんでした。